超高齢化が進む日本の中でも鎌ヶ崎と鎌ヶ崎のある西成区は高齢化が進んでいる。日本の総人口に占める高齢者の割合は 28.4%、 それに対して西成区は 38.2%、 鎌ヶ崎に至っては 49.8% である。大阪という大都市の一角にしては異常に高い数字だ。体が動く限り働こうとする高齢者がいる一方、介護や生活保護などの福祉サービスに頼る人もいる。飛び出し地に近い山王市場通り商店街で豆腐屋を営んでいた田村氏もそんな一人だ。なんか美味しそうにこしらえてる。ねえ、これないで、なんか大高さんともてくれたんさ。いや、僕はいらん言うたと思うわ。え、嘘や、なんかしたら言うてたで。あ、そう。うん、大根はあるけど、大根のなんか一緒に炊けるもんあったらええのにな。もういいよ、昼食べに行くから。え、食べに行こう。うん、なんでお腹減ってるやろ。ご飯しとくで。なあ、え、いつからいつぐらいまでお豆腐屋さんされてたんですか。始めたのは昭和52年か。昭和52年、いや違う、何年やったかな。こないだその話しとったで。せやな。うん、昭和二十何年とか言っとったで。25年や。せや。26年か。で、えらい年月やんいう話して。遊郭中はね、だいたい一軒あたり、まあ女の子が12、3人おりましたからね。配達、向こうのお昼っていうのは3時なんです。それに時間に合わせて届けるというね。あの、足腰がちょっと具合悪いんでね、まだ腰だけマシなんですけども、足腰がダメで、もう通院するにしても買い物するにしても、もう近くでそういう買いに行くと、まあ、こんなもん落ちていくんですよ。まあ、そんなんで買い物の手伝いやとか、で洗濯したり、もうその腰も痛いんで、洗濯はなかなか干すのがね、こたえるんですわ。そんなんでしんどいですよ。なんでもないようなやけど。それから、まあ、布団のカバー変えたりとか、まあ、そんなようなことですな。はい、今、失礼ですけど、おいくつですか。87です。あ、お元気ですね。早よ死にたい。いやいや。鎌ヶ崎には80歳を超えてなお働く高齢労働者もいるが、全体で見ればリタイアし生活保護で暮らす元労働者が圧倒的だ。鎌ヶ崎の生活保護受給率は 40.4%、 西成区も 23% と大阪市の 5% を大きく上回る。それも生活保護を受ける高齢者が多いからだ。放置自転車のリサイクルを手伝う男性もそんな一人である。彼もまた日雇い労働者として働いてきたが、今は鎌ヶ崎から少し距離を置いている。家でボサッと西成なんかと、みんな家に部屋にあんな狭いんやろと、そらみんな病気になるわ。で、あの近所に公園とかあるやん、みんなも朝からな、いっぱい飲んで、あんなは嫌やからやな。そら犯罪者とかもいっぱいおるんちゃう。それでも昔に比べたらもうもっと少なくなってるやん。もうあんな昔バリバリ働いてた人がな、わしらと一緒でもう仕事ももらわれへんしな。そら生活ももろて、もちろんあんな日雇いとかしとったら蓄えなんかないわな。金は何本もらっても十分は絶対ないよ。例えば金よくやったら 100円しかかかんとか、500円、1000円か競馬でも買えるからな。
だから、あの西成なんかほんまええとこやで。あの例えば散髪だと、普通のこの散髪やったらもう3000何もするやん。それがこの西成行ったらもう2000まででな。玉出るスーパーであの有名な、あとなんかお前東大なんかでもめちゃくちゃ安いで。この辺のライブの卵に大概230何本とか270何本なっとるけど、玉出なんかもう大概160円、168円かな、あれでも。それは野菜なんかでも、玉出なんか言ったら100円の数で山ほど積んだるからね。せやな、まあ玉出はそれは安いけど、物はわしらが見ても悪いなとは思うけどな。それでも庶民にしたらありがたいや、そんなんな。今教育込みで4万3千やな。大阪の住宅地は上限4万2000までよ、多分。4万2千突破したら自分の生活費がそんだけ減るだけのことや。パチンコとか麻雀が大好きになってな、人生が狂うたんや。感じで大阪出てきて、もう少しで60年。ハンマなんかえげつないで。例えばあの一日仕事行って8000もらうとするやん。おとはそれから飯代部屋代引かれたら、一日あんなしんどい仕事してわずか5,600円しかならんで。やっぱそれでもな、寝るとこ食うとこ心配ないからな、みんなおるけど。今はもう、こう指先の俺リハビリはまでやってるけどな、脳梗塞になってこう足がまともに歩けんの半身不随とかな、あんなの並んで俺はまだラッキーな方やったわ。あ、ちょっとやっぱ完全外れとったって先生が言うとったからな。うん、これで分解おしまい。カメラストップ。たとえ高齢で仕事ができなくなったとしても、生活保護や介護保険を活用すればホームレスにならず暮らしていくことは可能だ。もっとも、過去には町にホームレスが溢れた時期もあった。その中で、鎌ヶ崎が何に直面し、どう変化したのか、三章、適用の町で詳しく見ていく。